おはようございます。港放送局です。過去問を解く問のコーナーです。問題54。男齢坊時にドラフトや低滞期を生じにくい場合として、最も不適当なものは次のうちどれか。1、側壁下部から温風を水平に吹き出す場合。2、側壁上部から温風を水平に吹き出す場合。3、天井中央から温風を下向きに吹き出す場合。4、天井中央付近から冷風を水平に吹き出す場合。5、側壁上部から冷風を水平に吹き出す場合。それでは1から見ていきます。側壁の下部から温風を水平に吹き出す場合、温風なので暖かい空気が上に上がるので、これは適当です。2、側壁上部から温風を水平に吹き出す場合は、温風が上に上がってしまって、下が下方の方が寒いままになりますので、これが不適当となります。3、天井中央から温風を下向きに吹き出す場合は、真下に来て、滞留して上にまた上昇していくので、これも適当ですね。続いては、4、天井中央付近から冷風を水平に吹き出す場合も、こちらも冷風が降りてきて涼しくなるので、これも適当です。5、側壁上部から冷風を水平に吹き出す場合は、吹き出しても冷風なんで冷たい空気となって下に、降りるんで、これも正解です。問題54の答えは、2が最も不適当となります。問題55。換気温度20度、相対湿度20%の空気に30度の水を噴霧した場合、室内の温湿度の変化として最も適当なものは次のうちどれか。ただし、噴霧した水は完全に蒸発したとする。それでは問題55を見ていきたいと思います。噴霧した水は完全に蒸発したということで、水が蒸発してということは熱を奪うので、温度は下がるということで、換気温度は下がり、3と5のいずれかになって、相対湿度は、水を噴霧したと、加湿したということで、上昇するということになります。ちょっと条件見てみます。換気温度20度で、相対湿度20%はここですね。ここの視点で、水を直接っていうのを、加湿するという、水を吸水するというのは、この温球温度ですね。この水色のラインなんで、斜め上に上がっていくわけですね。だから、こういうイメージですね。こういうイメージなので、温度は下がり、で、相対湿度は、相対湿度は上がっているわけですので、答えは、問題55の答えは、3、換気温度は下がり、相対湿度は上昇するが答えとなります。